よし、食った。いいです。いい感じ。おっとー、このお腹ですよ。ただのお腹。これは立派ですね。こちらの雄大な景色、今回は世界遺産の知床半島にやってきました。そして新発売になったシーボーグ 500JP と 500JS を使って北海道のいろんな魚を狙いたいと思います。あれ、あったい、なんか食ったな、食ったなんか食ったかも。え、引かないな。あ、いるいるいる、引いてる引いてる。来ましたよ、来た来た。落としてすぐですよね、割と。なんでしょう。タラでした。ちょっとね、可愛いよね、やっぱね。こんのぐらいだともうあんなに余裕で上がってきちゃう。なんか1本だけ青いタコベイトつけてたんですよね。それに食いました。ちょっとね、これだとまだまだ子供って感じ。可愛い。餌をちょっと大きめにしました。サンマの頭とかねつけてみました。よいしょ、よし、ほい、なんか食った。よし、2匹いるな。ちっちゃいんだな。2匹だったからちょっと重量感あったけど、そっか、足して1匹の方が良かったんだけどな。ダブルでした。あー、でも本当魚がね、豊か、いっぱいいる。でもこの北海道の釣りは電動リールがないと、もう釣りが成り立たないぐらい電動リールがありがたいですね。重りが重いし、まあ、水深もここ深いし、潮が速いんで、釣った時 150m 超えてくるんですよね。そこでこういうやり取りになるんで、もう本当に電動リールの能力がすごく、いろいろなこういうマッチョグレバーだったりとか、こういうドラグとかもすごく役に立ちます。明太子とかの、あのたらこの材料になっているスケソーダ、ちょっとね、よく見るとほら柄も違うし、色味がちょっと黒っぽいですよね。で、細長い、長さはあるけど、まだらの方がなんかおデブちゃんですね。とりあえず朝市、北海道独特な仕掛けなんですが、胴付き3本針でこのようなフロートがついてタコベイト、その先に餌をつけるというパターンで釣ってたんですけれども、どうやらなんかこう結構小粒も釣れちゃうみたい で、この後ジグに変えます。でメタルジグにすると、まあ、ジグにもこっちだとこのようにね餌をつけたりするんですけど、かなりこう見た目のボリュームが大きいんで、あまりちっちゃいね、タラが食ってこないようなので、まあ、大型を狙ってこのメタルジグ、ジギングに変えてみたいと思います。ジグがね、もう重いんですよ、でかいから。なんと 750g もあります。これでやるんで、もうちょっと大変なんで、今回は電動ジギング、まあ、ジギングと餌の融合みたいな。まあとりあえずメタルジグの重さだけでも竿がこんなに細くて大丈夫って気がするんですけど、今細くても強いんでね、ジギングずいぶん楽になりましたね。いわゆるスロージグみたいにしゃくり上げてひらひらっと落とす、こんな感じでいいと思うんですよね。よいしょ、あ、来た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 。意外にこうジギング、電動ジギングがいいですね。面白い、感触が全然違う。これはこれで、なんか竿の柔軟性が、なんかこう、短いんで、すごい楽ですね、逆にね。うまーく、電動リールが上げてきてくれてる。さあ、ポッコーンって浮くよ。よいしょー。よいしょ。よし、サイズアップ。よいしょー。おいしょ、このお
腹ですよ。腹のお腹。なんか私の顔より大きくない、この腹の顔。いいサイズですね。もう作戦通りのサイズアップしました。楽々ですね。楽々上がった。よし、食った。あれ苦かったか。違う、ちょっといいかな。ちょっといいね。ちょっとさらにサイズアップしたんじゃないかと思います。これはいい感じね。やっぱこのちょっとね、大型になると一瞬寝かかったかなと思うような、この合わせた時の感触がね、これはいいと思います。そうな感じがする。でもこのね、やっぱりそれでも手元に来る感触っていうのは、竿がかなり吸収がいいんで、あまりこう危うさがない。面白いね。回収の早いスピードモードのJSっていうタイプを使ってるんですけど、落としてまあね、ポイント流し切って上げてっていう時に早いからいいかなと思ったんだけど、空回収がない今のところ。ほらよいしょ、どうだろう、ちょっと長くなってない。よいしょ、ありがとうございます。やっぱね、おっきー、ちょっと大きくなった。やっぱり重たいもん。おおね、すごいね、その顔がすごくない。ひげがね、かわいい。来た甲斐がある。すごいね、北海道は。なんかポロ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 、おいしょーっと。このジェースは本当に巻き上げが早い。もう上がっちゃう。ほらこんなね、ちっちゃい魚でもしっかり当たりは出るのと、やっぱこのぐらいの魚がかかってくるぐらいだとね、すごい巻き上げが早いですね。まあ、これも関東では見ることのできない魚です。さあ回収です。あー、ほんと早いですね。やっぱりね、こう S、JS の方はものすごい速い。今までのいろんな電ドリルの中でももうずば抜けて速い感じがします。なんか子グマかな、お、海に泳ぐのか。お、なんかすごいキワキワ歩いてる。今度はこういう関東でいうとサビキみたいなものなんですけど、ちょっと北海道独特な仕掛け、根魚を狙う胴付き10本針の仕掛けに変えました。まあ、疑似餌ですね。こういう、なんでしょうね、こうゴムのような素材のものがついていて、これが疑似餌になっているので、特に餌はつけずにこれで海底付近を狙います。まあ、一番こう私が釣りたいターゲットは、こっちの高級魚、青ゾイを狙いたいと思います。静かにこう止まってくるんですね。結構勢いよくバーンって止まると魚がその振動で外れちゃったりするんですけど、今回の新しいリールはその辺の船べり停止がすごいスムーズになって、ちょっと安心感がありますね。ちょっとドタバタが結構でいい感じ。おお、なんだ、おーおーおーおおおおおお、こんなに引くの、なんだ、なんでしょう。さあそろそろ見えてくるかな。2匹いる。あ、そっちもいる。おお、青ゾイがこんな大きいのが。ありがとうございます。じゃじゃーん、ダブル。これは立派ですね。おお、大きい。やっぱこのサイズになると
ダブルでもすごい重量ですね。本当私とか東京湾相模湾でやってると、シボグでいうと200番300番っていうのがスタンダードというかメインになってくるんですけど、やっぱこっちはね、この500、これがやっぱ一番よく使えてパワーもあって、まあ、パワーのある魚たくさん釣るにはちょうどいいと思います。タラ、青ゾイ、それ以外にも細かいところだと、まあ、柳の舞とか、島ゾイとか、まあ、いろんな魚が釣れたんですが、どれを取って もう関東に比べると平均サイズが大きくて、かかると小さなあたりからゴンゴンって叩くような、すごいパワーを感じるような、ダイナミックな釣りを楽しみました。本当にね、毎年毎年来るたんびに、まあ、ワクワクするような、釣りがいつも待っているこの海です。皆さんもぜひ、北海道の釣り楽しみに来てください。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画もおすすめです。チャンネル登録もお願いします。